こんにちは。国会オンラインセミナーの一つとして、視聴者の皆様が国会へさらに関心を持ってもらえますよう、国会の年間スケジュールについてご説明いたします。国会の年間スケジュールをご説明する前に、国会の種類についてお話しいたします。 招集される国会には、上会、臨時会、特別会の3つの種類があります。上会は毎年必ず1回、1月に招集され、次の年度の国の予算や法律案を審議する重要な役目があります。会期は150日間と定められていますが、必要がある時には1回に限り延長することができます。 臨時会は必要があるとき、例えば緊急を要する法律案や条約、災害対策のための補正予算の審査をするときなどに召集されます。例年、懲戒が行われていない時期である秋頃に行われています。会期はその都度決められていて、その国会に提出される法律案などを勘案して会期を決めています。 上海とは異なり、2回まで延長することができます。次に特別会は、衆議院解散による衆議院議員の総選挙後に招集される国会です。招集日に、衆議院では、議長、副議長、常任委員長の選挙など、議員の構成を決めますが、憲法の規定により、 衆議院議員の総選挙があった後に、初めて国会が召集されたときは、内閣は総辞職しなければならないこととなっていますので、衆参両議院において内閣総理大臣の指名も行われます。特別会の会期は、臨時会同様、その都度国会が決定し、2回まで延長することができます。以上の国会の種類を踏まえ、 昨年、平成31年、令和元年に行われた国会を例に、年間スケジュールについてご説明いたしたいと思います。平成31年1月28日に第198回国会、上会が招集されました。招集されると、通常まず開会式が行われます。 続いて、衆参両議員の本会議で、内閣総理大臣の施政方針演説をはじめとする政府4演説が行われ、衆議院で先に行う例となっています。この演説に対し、各会派の代表者が質疑をすることとなっており、この質疑は代表質問と言われています。第198回国会においては、 召集日である1月28日に衆参両議院の本会議で政府4演説があり、代表質問は衆議院においては1月30日、31日の2日間、参議院においては1月31日、2月1日の2日間行われました。代表質問によって内閣の施政方針や 各党の基本的な考え方が明らかになった後、国会は本格的に活動を始めることとなります。まずは次の年度の予算審査を行います。第198回国会では、令和元年度総予算審査を2月に衆議院予算委員会において、3月に参議院予算委員会において、 それぞれ行い、3月中に令和元年度総予算が成立し、4月から令和元年度予算を執行することができました。また、3月中旬から下旬の時期は、年度内に成立しないといけない法律案を優先して審査しています。第198回国会では、3月末を期限としたり、 4月から執行できないと国民生活に重大な影響を与えるとされる関税定立法案や奄美小笠原振興開発措置法案などの法律案を審査しました4月以降はその他の法律案などを審査し6月26日に会期は終了しました昨年は7月に参議院選挙があったため 8月に参議院の議長や委員長を選ぶための臨時会を8月1日から5日までの5日間開きました参議院の新たな構成をするための国会でしたので法律案審査を行うことなく短期間で終わっています9月に内閣改造があり10月に第200回国会臨時会が招集されました 臨時会では内閣改造後の新内閣に対し本会議での代表質問や予算委員会での質疑が行われましたその後各委員会において法律案審査を行い12月9日に会期は終了しました解散総選挙がありませんでしたので特別会はありませんでしたが例年このようなスケジュールで 国会は活動しています以上、大まかではありますが、国会の年間スケジュールについて、昨年、平成31年、令和元年の国会を参考にご説明してまいりました。視聴者の皆様の国会に対するご理解の一助になれば幸いです。どうもありがとうございました。